さあ近づいてまいりました、対マン、巨人との対マン。一旦車で距離を取って引きつけると、さすがにな、至近距離じゃ無理だからな。確実に頭を狙ってくね。そう、首狙ってるね、前から見た。うなじって後ろだからさ、ほうほうほう、そういうこと、そういうことする。巨人に対して巨人虐待ですね、今のは完全に。バイクを選択。さあ血がさばいている、巨人キラー捕捉しましたね、巨人キラー。さあそうだ、お、これはまずいんじゃない、これはまずいんじゃない、これはまずいんじゃない。さあ出遅れた巨人キラー、ちょっと今のは焦るか、一旦回復したい。巨人キラー普通に踏まれましたね、今のはちょっと正直ダサい。今引かれ、うお、なんで今のワープは、巨人ワープをただしっかり僕はもうエイム狙って、わあすごいですね。なんか血で飛行機雲、血の血液の飛行機雲ですね、これ完全にすごいわ。ブラッドフライムーン、ブラッドフライクラウド、称号オジポン選手、新称号ブラッドフライクラウド入手です、おめでとうございます。これはちょっと巨人の周り人間いそうだねこれね。おっと先になんとキルを巨人に取らせるという、なんという巨人キルパクさせた。そして3人目もしっかり撃破、斬新だな今の作戦は。巨人にキルパクさせていくっていう、新しいわあれ、あれは新しい。おっと狙われてますね、いやー見事、ガチ見事だわ。う、真後ろ真後ろ真後ろで巨人が生まれた、真後ろで巨人が生まれた。これはすごい、まんまいだ、まんまい。おっと怖い、まい、アニメさながらの、アニメさながらの回避。これ面白い、見てるのが面白い。中にめっちゃいる、中にめっちゃいる、しかも入ったら相手もびっくり、おいおい巨人出たぞと。ただ巨人より怖いオジポンが出てしまうというね、はい、これ人間にとっては巨人より恐怖ですからオジポンの方が、そんな一面感じます。さあさあさあ、しかしちょっとこれは戦いにくいが、おっと同じチャンス、同じチャンスに81式の3連が入ってる。しっかりね首を狙っていって、すごいな本当当て方が、4人目もキルしていく。どうもオジポンです、今回は巨人モードの裏技をやっていこうと思います。それではよろしくお願いします、よろしく、よろしくお願いします。モードが、あれちょっと、オジポン君招待お願いします。すいません、モード変え方わかりません。どうもオジポンです、それでは今回巨人モードの裏技を教えていこうと思います、よろしく。よし行こうか、よし、ここからですね、まずですねこうジャンプしていって、サッカー場なんでね、敵がもう多い前提なんで、こうしっかりと拾います。でもう一発で決めていくと、これも大事ですね、はい。で後ろをね、彼に任せる、後ろ敵いますよ後ろね、彼もちゃんと取っていく、で一発で確信に持っていく、はい、ここで武器確保しましょう。で次に武器を切り替えて、AK 切り替えいくと、ここも大事でサッカーモードのコツですね、いる敵は全員倒すこと、うん、その状態でまあね、一緒に組んでるバディのフォローも欠かさないと。ここにもいますね、腰打ちがですねだいぶ弱体の化してるんで、冷静にね8スコで、おや冷静に消え取っていきましょう、これ大事です。まずはこれ巨人モードのマストなんですけど、サッカー場とはいえ基本的に激戦区になりやすいので、おっとあそこね、あ、OK、うー、キルパクされた、今のキルパクされましたね、今完全に。今ただこれ大事で、巨人モードはあくまで人間とプレイヤーと、あ、やっぱ付近ちょっと俺入ってもまだな、これまずい、恥ずかしいなこれ、やば。失礼しました、すいません付近の皆さん、すいません本当に申し訳ないです、なんか恥ずかしいこと見ちゃいました、すいません本当に。よし
はい、でね、この状況でしっかりとこう立ち回る。で、相手巨人なんでね、うん、巨人モノとはいえ。なので冷静にスナイパー、基本的に逃げらないようにしましょう。スナイパー不利なんでね、逃げるだけ。ただ今回の場合はまあ皆さんに見せるプレイなので、まあちょっとスナイパーもね、握りつつ立ち回りをしようと思うんです。来た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 。ちょっとまあスナイパー持ってもいいか。本当はね、持たない方がいいんですけど。よし、OK。ちょっとまあ、今回は持ってもいいかなっていうプレイングでいこうと思います。まあ今回のポイントはですね、一人で巨人を倒すという部分なんで、これはからかり一般プレイ、来ましたね、8-1。これもマストでこれ。8-1あるない、これかなり大事です。よし、OK。急ぎましょうか。まあ、急がないとね、味方の彼死んじゃうんで、はい。イキリプレイベプロとして自覚持ってるな、お前、本当に。さあ、裏技見せようか。絶対に巨人を倒す裏技。どこいる？近いね。いた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 。さあ、皆さん、いますね、巨人が。巨人を絶対倒す裏技を教えます、皆さん。それは、車乗りながら、巨人の頭を狙い撃つ。で、マストの武器はこの3連バーストです。はい。で、運転手は、もう、上手い人間を。運転手はもう、上手い人間。マストなんで。ひたすらね、お腹打ちましょう。たまに頭。しかも、リコール調整にもなるんで。はい。そろそろ、OK です。これが、巨人の必勝法です。基本的に、運転手に運転上手い人間を託し、8-1で、うん、基本的に頭、お腹、お腹、頭、お腹っていうムーブをしましょう。これだけでもだいぶ違ってくるんでね、動きは。この巨人戦においては何が難しいかっていうと、基本的に上手いプレイヤーが巨人を狙わずに僕らを狙ってくる場合があるんですね。つまり人間同士のこう争いをしたがるっていう、まあ、俗に言われる巨人の一味ですよ。うん、人間なのに巨人の味方をする巨人の一味がいるんで、そういうプレイヤーは対プレイヤーの人間をね、バディに置くこと。これ非常に大事です。さあ行こうか。超楽しい。あれ？ちょ何やってんの？びっくりした。何これ？何これ？あ、そういうことね。よいしょーい、アイナイス。いや、誰本当にもう、まあ、こういう時はですね、相方に任せると。これ大事です。こういう時はもう瞬時に相方に任すこと。これが、要は対巨人用の動きと対人間用の動きね。これをしっかり、燃えてきてる右から。はい、完璧と。これがやっぱ大事ですね。本当に。ただ、やっぱスクワットなんで、僕ら二人でやってます。なので、これがかなりね、立ち止まるとしても難しいんだけど、まあそこはね、なんとか非常に上手い人を味方につける。以上です。これコツです。で、しっかりね、回復落ち着いて巻いていって、よしよし、そう。いいね。だいぶいいエイムしてますね、今日も。ドリンクもこう同時に飲むと。これは大事。うん。これは、俗にドリンクシンクロってことです。秘技、ドリンクシンクロ。はい、OK。完璧。いいバランス。まあね、たまに結構最近質問が多いのが、オニアさん最近すごい上手くなりましたねと質問あるんですけど、まあ、ここをちょっと今回回答させてもらうとですね、上手くなるには3つのポイントがあって、1つは死なないこと。で、もう1人はね、敵を倒すということ。でもこれ一番、まあ、上のね、上下2つは当たり前なんですけど、ラスト3つ目これ大事で、上手い人とプレイするということですよね。うん、今もそうですけど、まあ、これ僕らが上手いんですよ。今彼より。ただ僕は今ね、彼に教えてました、立ち回りをね。そう。今の場合は、第二通りの立ち回りって言ってて、救援物資来る敵に対して2発でキルすると、大体2発でキルする。これ二通りの立ち回りなんですよ。で、一見すると、いや、AW1 本じゃと。どこが二通りなんじゃっていうかもしんないんですけど、ここはしっかりと、AWM の本質ですよね。うん、あの銃の本質ってのはもともとあれは、弾がね、2発しか装填できないスナイパーだったんですよ、AWM っていうのは。じゃあなんで AWM っていうと、何の W かって意味ね。あれもともと A&M って銃なんです。はい。だから A&M っていう中で AW なんで2発で決めるって。そういうとこ大事なんだよね。そして銃の、まあ、本質、性質、歴史を知るということが上手くなる一個の秘訣であります。でちゃんとね、キルパクも狙いに行くと。隙あらばキルパク狙いに行って、
自分のねキル数も、うん、敵じゃなかった人間じゃなかったんですけどバイクだったんです。ああいう風にして、まあ、日々ね自分のエイムが精進するように立ち回るということ、これ上手くなる秘訣です。大体巨人なんて、ちょっと巨人の一味がいるね。巨人の一味が、味方はもう彼に任せて、自分は、ね、基本的にその巨人を倒す動き、これ大事なんでね、うん、任せましょう。後ろは後ろはもう任せてね、モブ狩りは任せます。主人公は巨人狩りに行くんだよ。そう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 なんです。これ大事、非常に。でこの間に僕は主人公なんで、あ、ちょっと来たね、な、一味がいるな、巨人の一味が。おじぼんが、あとは任した、俺が巨人の下になる、あとは任した。おじぼん、ふざけやがって、このアウトアホが本当に巨人の位置にばっかりやがって。さあここからなんとおじぼんくん視点、こちらね今回巨人2匹目まではお兄さんに任せますと。ただラスト1匹は僕がもらえますとね、から宣言しておりました。さあおじぽんくん、この状況なんとキル13しか気づけばと、こと私から事実上今のかっこよすぎん？なんすか今の AW で？得意の81式の3連の単発打ち、こちらね音聞き限りは単発なんですけど感染バグなんですよ実は。これあの3連は感染で一発になっちゃうっていう、彼得意なのは3連バーストですね。これ全て今3連バーストっていうとんでもない変態なんですけど、今の AW、 今の AW の巨人やばかったね。でこうしっかり一旦冷静にね、ランボで後ろに回って回復さすと。その間に敵がランボにいると思い込んでるから回復さすことによって有利状況に持ってくる。でリロードをしっかり巻きつつ、いや、さあだから囲まれるぞ。おじぼんくん14キル現在、これは少々弾入ったね。でもねこれは2人いるか周り、これすごいな、これどぎつい。いやいや、なんと、こいつ喋ってない時とかうまいですね、やっぱり。これはさすがに、うなじを打たれてしまった。ただ、記録はね、たとえ16キルしても、15キルしても、僕の撃破数で決まるんで、まあこれ以上僕の方がうまいということでした。